ヨニのチャンネルが更新され、嵐の二宮和也、へえ、せえ、ジャンプの山田涼介、タインレッシュの菊池風磨が登場。しかしカッテンの中丸雄一が不在だった。動画の冒頭で、二宮が中丸さんがぎっくり腰になって欠席と報告すると、菊池と山田は腑に落ちない様子を見せた。二宮が中丸さんは寝たら治るかと思って起きたら治ってなかったと言っていると説明するも、菊池はぎっくり腰は仕方ないが、集合時間後の連絡では、信憑性に欠けると不満を述べた。さらに昨日の夜の時点で、マネージャーに連絡すべきだと指摘し、社会人としての責任感が足りないと、厳しい言葉を続けた。中丸への直接電話で確認すると、中丸は6時に一度起きたが、腰が痛くて、その後再度寝てしまったと説明。これに対し菊池は寝坊じゃないかと鋭く突っ込み、山田も大人の対応を覚えなきゃいけないと苦言を呈した。中丸は謝罪し、電話を切った。菊池は今回だけじゃなく、過去にも同様のことがあった。ぎっくり腰も嘘かもしれないと疑念を抱き、一度お灸を据えないとと提案。最終的に中丸がその日の撮影費用を負担することになった。この出来事に対し、視聴者からはプロ意識に欠けるとの批判や、ぎっくり腰は仕方ないとの擁護の声が上がり、議論が巻き起こった。菊池の厳しい言葉には、先輩に対する敬意と同時に、プロとしての厳格さが垣間見えた。菊池風磨の怒りは、YouTube 撮影の現場でのプロフェッショナリズムの欠如に対する強い不満の表れであり、彼の発言には、視聴者に対する誠実さと、撮影チームとしての一体感を守るための強い意志が感じられた。